はい、それでは第、4回目ですかね、検証グレーデンの方を始めたいと思います。お願いします。はい、今日はですね、いよいよやってきましたよ、総藤本アーキテクツということでですね、藤本壮介先生、について、スタディしたいと思います。超有名な方ですけれども、僕もある建築家の方に教えていただきました。まあ、学生、並びに、まあ、建築学んでいる人はみんな知ってるんじゃないかなっていう先生なんですけど、めちゃくちゃかっこいいんですよ。で、僕はこの人何が好きかというとですね、まあ、またこの人の言葉遣いですね、もうそこに、もう惚れちゃいましたね。はい、藤本壮介先生ですね。すごく優しくて、結構声は低くて、すごくこう聞きやすいというかですね、優しい声をしてますね。もう見るからに優しい方なんだなっていう感じが伝わってきますけれども、1971年に北海道で生まれますね。北海道で幼少期を過ごしました。で、1990年、北海道旭川東高等学校を卒業します。で、1994年に東京大学工学部建築学科を卒業しますよと。はい、4年で卒業して、その後がですね、ニート同然の時期を過ごすと、約6年過ごします。これが結構ね、藤本先生の面白いところです。で、2000年に藤本壮介建築設計事務所を設立し、現在は東京フランスに事務所を抱えておりますと。で、海外にも出すというところで、藤本壮介という名前が覚えられにくいんじゃないかということで、壮藤本というふうに会社名を設定したみたいですね。はい、で、賞も受賞しておりまして、まあ、主な作品にハウス NA 次世代木版ハウス N、情緒障害児短期治療ハウスといったところが挙げられますよというところですね。はい、藤本先生のパワーワードとして、僕としてはですね、誠実さとあとは多様さ、この2つの言葉がですね、藤本先生の説得力、藤本先生の言葉の中に出てくるんですけど、この言葉が非常にすごく光ってるなと思いました。まあ、また後に説明していきますと。で、先生のその6年間のニート時代について、先生が言ってますけれども、まあ、読んでいきますと、東大という場所にはいたけれど、自分は建築で何かを成し遂げたわけではないし、まだ未熟で、自分の考えたプロジェクトを有名事務所に持参して働かせてくださいという自信もありませんでした。そういう意味では正しく自分を評価していたんだと思います。留学するにも語学が得意ではないし、有名な建築家の下で働けば何とかなるとも思えなかったし、将来的には建築家になりたいけれど、自分はどうやってなればいいのか分からなかったんです。すごく素直ですよね。周囲が頑張って就職していく姿を見て、すごいな、自分にはできないなと、ただ眺めていましたというところですね。非常にこう親近感が湧く文章なんですけど、先生は東大を卒業しておりますんでね。日々アイデアが浮かんで、それを広げてという繰り返しでしたが、努力という意識もなく楽しい時間でしたと。考えていたことを形にする場として、コンペは定期的に出していましたが、落選することが多く、入選することもたまにあってという感じです。今思うと有意義でしたね。無意に過ごしてはいたんだけど、かっこわらというところで、まあ、あとね、親の支援があったということを一言添えておりましたね。6年間ずっとこう建築について、ただただ考えるっていう、もう純粋な時間を過ごしたみたいですね。はい、そして、先生がこういよいよ独立、そして名前が売れていくと なる前のですね、大きな作品の一つとして、青森県立美術館のコンペ案ですね。コンペ案なので実際に立ったわけではありませんと。一つ目は2000年の青森県立美術館の設計協議で、ほぼ全面にガラスを使った透明な空間を提案しましたと。はい、すごいですね。
優勝は逃したが見事2位に入選します。審査員の一人だった伊藤豊、かっこ藤本の一部の作品に見られる曲線や流動的なフォルムは伊藤のデザインに通じるものがあると。は新建築士で藤本の作品を取り上げ新世代のホープとして称えたと。賞金は受け取ってないし何かがガラリと変わったわけじゃないんです。でもやっと水底から水面まで浮かび上がってきた気がしましたねと語っております。はい、これが2000年ですね。はい、もう独立する年のちょうどすぐ前ぐらいなのかな。はい、で、2006年、情緒障害児短期治療施設というところで先生の名前が一気に、世に出ることになります。そしてですね、こちら の, あのコンセプトを説明する文章の中にもうめちゃくちゃかっこいい言葉がありまして、それがまず最も緻密なものが曖昧であり最も秩序だっているものが最も乱雑であるということという文章ですね。もう惚れ惚れしちゃいました。で、このちょっと文章を後でもう一度説明します。もう今回のスタディの最後に、その全文をですね、ちょっと説明しますので、めちゃくちゃかっこいいですよね。心に、障害を抱えた人が、ここで過ごして社会復帰を目指していくという施設を作っております。ボリュームがですね、いくつもこう、ランダムにくっついてて、それがこう水平垂直に並んでいるわけじゃなくてちょっとこうずれてたりとかちょっと傾いてたりとか、っていうところで、そこに暮らすその、治療を受ける方、そしてそこで治療を施す側、あとは世話をする方、などがですね、自分で、居場所を見つけたりとか、時にはみんなで集まって何かをしたり、時には一人で隠れて、自分の時間を大切にしたりみたいなところで、なんかそういった空間を自分で見つけていけるんだよっていうところをコンセプトとして作った施設になります。非常に藤本先生の中でも有名な作品です。で、2008年、ハウス N という形で、これは藤本先生の奥様の、お母様ご夫婦のお家を設計しております。三重の入れ子構造と書いてあるんですけれども、これ分かりますかね。外にこう大きなまず窓が開いた壁天井があります。で、その中に建物がありまして、その建物の中にももう一個箱があって、その箱の中は個室みたいな感じといったところで、それがマトリョーシカのような入れ子構造というふうに語っております。でですね、先生が語ってるんですけど、こちらは間だけで建築を作ることができないかと思い、内と外の境界をどこまでもぼかしていきましたということをおっしゃっていますね。はい、面白い作品になっております。そして2011年、ハウス NA といった作品ですけれども、こちらも非常に有名な作品でございます。東京の市街地に建っております。全面ガラス張りですね。はい、外から見た様子、そして中から見た様子になります。こちらもすごいですよね。どうですか、暮らせそうですか、このお家。ですね、こちらはお施主さんから、もう独創的なお家を建ててほしいと言ったところがまず1点ありましたよと、斬新的なデザインお願いしますと、またこれをするならあの部屋という決まりを失った現代の家の特徴に気づいたと、お施主さんとの話の中で、藤本先生は語っております。つまり、ダイニングとか、リビングとか、和室とかそういった部屋というものを作らずに、レベルの違うスラブがいくつにも重なり合って、その中で自分の居心地いい場所を探していく。そして今の時代はパソコンだったりスマホだったり、インターネット時代の家というところで、どんなところでも何かができる。 いろんなところで本が読めたり、キッチンで、パソコンが使えたり、リビングで、ご飯を食べたり、
くつろいだりとか、そういったところがもう部屋というものを固定せずに、それぞれの空間で探していくと、そういったコンセプトで作られたみたいですね。はい。ちょっと時代がごめんなさい前後しますけど、2008年ファイナルウドゥンハウスというところで、こちらは熊本の、にありますバンガローですね。はい、この木を重ねて作ったお家といった形になります。こちらが外観ですね。ちょっと見えますかね。あ、こんな感じになってますね。夜の景色は素晴らしいですね。そしてその折り重なった木の中で、座ってお茶を飲んだり、逆にこう机として使ったりとか、なんかそんな利用の使い方ができるんじゃないかなと。斬新すぎますよね。斬新すぎます。そして2010年、武蔵野美術大学図書館という形で、中の壁がすべて本棚で構成されております。はい、どうでしょう。階段も本棚ですね。もうすべて本棚で構成されています。まあ、確かに届かないところは本棚とはいえど、まあ、飾り壁のような形で、実際は手の届く範囲、に本は入っているといったような状況ではありますけれども、そのすべて本棚になっている壁がこう渦巻き状になってましてね、そのもう本の森というような形で、こう渦巻き状をぐる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 回りながら、また時にはこう開口を越えながら、こうしながら本を探すと、そういったコンセプトになっております。はい。で、外壁はこうガラス張りの形で、本棚の壁の後ろにガラス張りを張っているといったような、そんな感じですね。こちらも非常に、有名な作品です。はいはい。そして、2019年、最近ですね、ちょっと読めませんけれども、日本語で白い木といったところで、こちらはですね、フランスに建てられた集合住宅になります。その地域は冬でも暖かくて、外で過ごすことが多いと、そこで暮らす人はみんなバルコニーに出てくつろぐんだよと、そういったですね、その現地の気候とか文化なんかを取り入れながら、じゃあちょっとバルコニー作ろうかというところからスタートしたみたいですね。結局そのバルコニーがこう肩持ちスラブとして跳ね出していってですね、それがこう折り重なってこのような外観になっておりますね。すごいですね。発想がすごいなというところがありますけれども、まあ他にもね、有名な建築はたくさんあるんですけれども、こういったところ、藤本先生の代表作となっておりますんで、ぜひチェックしてください。ここからはちょっと藤本先生の文章の方に、ちょっとフォーカスしていきますけれども、こちらは藤本先生が描いた絵ですね。はい、これはベートーベンの、あ、ごめんなさい、モーツァルトだったかな。何かがありませんね、普通の楽譜にあるものが。まあそちら、はい、これはちょっとある文章をちょっと引用しますけれども、僕は五線のない楽譜を作ったと。バッハのゴールドベルク変奏曲の楽譜から五線を消したドローイングであると。それは均一な時間の中に音が置かれるという民主的な秩序ではなくて、それぞれの音自体に固有の時間が内包されているような、それこそ日本の楽器の音のような、そういう秩序であるというところで、それをそっくり空間に置き換えると、僕が意図している建築を表現しているのではないかと思ったのだ。それは今のところ僕の建築のイメージを示唆する一番鮮やかな絵なのではないかと思うと。そしてその楽譜からまた新しいイメージが溢れてくるのであると、藤本先生がそのように言ってます。五線を消した
ということですね。五線がある中の音符は確かに秩序だって並んでいるんですけれども、その五線という秩序がなくなった時に、そのこの楽、なんていうんですかね、この音符一つ一つがそれぞれがその固有の時間を内包していると、そういったような家、そういったような建築を作りたいなと、そういうイメージにぴったりの絵がこれなんだと藤本先生が言ってますね。面白いですね。はい。そしてですね、最初の方に言いましたけれども、この2006年情緒障害児短期治療施設、こちらのコンセプトですね、はい、最も緻密なものが曖昧であり、最も秩序だっているものが最も乱雑であるということ、こちらの、コンセプトの説明が非常にかっこよかったんで、ちょっともう全文、入れさせていただきました。ちょっと抜粋して読んでいきますが、もう本当は全文読んでいきたいぐらいなんですけど、どうしようかな。まあちょっと抜粋して読んでいきますね。気になる方は後ほどアップにして読んでみてください。はい。まず整理されないもされ得ないものと、情緒障害児短期治療施設とは、さまざまな理由によって心に負担を負った子どもたちが集まり、共に生活する中で徐々に自分たちの生活を取り戻していくための施設であると。そう書くと非常に特殊な建築だと思われるかもしれないが、根源的に求められるのは誠に豊かな生活空間であり、定員の50人の子どもたちとスタッフがさまざまに関係し合いながら暮らしていく場所であると。はい。求められる機能は非常に複雑である。しかしそもそも生活とは複雑で曖昧で、とても整理しきれるものではないと。そのように複雑で曖昧なものを大雑把に整理して機能と呼ぶことには抵抗がありましたと。いいですね。逆にここでは整理されえないものを整理されえないままに形を与えることを考えたと。曖昧で複雑で理不尽で整理されえない小さな社会というものに一つの形を与える試みであるということを言ってますね。素晴らしい。もう行きましょう。ランダムという方法、何かがただバラバラ、何かがただばらまかれたような、そんな方法で建築を作ることができたなら、それは夢のような建築ではないかと考えましたと。何かがただばらまかれたような、そんな方法で建築を作ることができたなら、はい、機能に応答したプランニングというプランニングという概念を無効にしてしまうような建築、初めはそんな思いつきだったと。しかし設計を進めていくうちに、この方法は驚くほどに緻密なプランニングが可能であることが分かってきた。ほう。求められる複雑なプログラムに対して箱を微妙に動かしながら、ランダムゆえに柔軟にプランを詰めていくことができるのであると。しかしこの方法の一番の特徴はその先にありますよと。限りなく厳密で人為的な設計の結果として出来上がったこの空間は、しかしどう見ても何も計画されていないような、自然にできてしまったような場所として立ち現れてくるのであると。曖昧で予測不可能で意外性に満ちた場所、最も意図的で厳密な設計行為の結果として、ここですね、最も意図的で厳密な設計行為の結果として意図しない何かが生まれてくるということに僕は惹かれますよと。いきますよ、畳みかけますよ。それは巣ではなくて洞窟のような場所と言ってもいい。巣は住む人のために意図的にしつらえられる場所であるのに対して、洞窟はただ存在し、そこに人が居場所と機能性を見出していく。洞窟的な場所を人為によって作ること、それは機能性を超えた豊かな建築を予感させる。無意を人為によって作り出すことが可能かもしれないと思わせてくれると。無意を人為ね、選択性と偶然性、もう結局全部読んじゃってますけどね。ランダムに置かれた箱の間には必ずイレギュラーなアルコーブ的な場所が生まれてくると。リビングと連続しながらも隠れられる小さなスケールの場所であると。それは避けようもなく奇妙に、無造作な形でできてしまう空間だが、自然の地形を自由に解釈して住みこなしていく原始人のように、子供たちはその場所と戯れる。物陰に隠れ、顔を出し、奥でくつろぎ、広々と走り回る。離れていることとつながっていることが両立して、その間に選択性と偶然性、
自由さと不自由さが同居する。そして意図的ではないゆえのその曖昧さ、意外性、何者も強制せず、さまざまな解釈を許容する緩やかさこそが住むための場所の豊かさを実現すると。すべての箱が同じ大きさであり、機能によって箱の大きさが変わったりはしない。そのことが意図しない場所というものを一層際立たせ、居心地のいい他者性を実現する。さらにここには中心がないとも言えるし、逆に無数の中心があるとも言える。それらは光の入り方やそこで過ごす人の意識によって常に入れ替わり変化していく相対的な中心である。スタッフにとってはスタッフルームが機能的な中心であり、子どもたちにとってはリビングが、個室が、あるいはアルコーブが中心となる。空間の揺らぎの中にこそ、空間の揺らぎの中にその時々の中心が見出される。つまりこのプランは偶然を作り出すための緻密な方法なのである。ここです。このプランは偶然を作り出すための緻密な方法なのである。最も緻密なものが最も曖昧であるということ、最も秩序立っているものが最も乱雑であるということ、人間が作り出すものが人間のコントロールを超えているということ、つまりないということに形が与えられるということ、解釈の問題でもなく、レトリックでもなく、アルゴリズムでもなく、ルールでもなく、ただ物事の新しいやり方が提案されている。どうすか、どうすか、この文章やばくないですか。もうね、惚れましたね。はい、これがあの2006年の施設の、説明になります。はい、そしてですね、最後に、学生に向けてという言葉もネットを見てたらありました。それもちょっと紹介します。僕は建築家の仕事というのは基本的に聞く仕事だと思っているんです。人の話を聞くのもそうだけど、敷地や気候風土、歴史文化の背景など、すべてを注意深く聞くというか、耳を澄ますような作業が重要だと思っています。聞けば聞くほどいいものが生まれてくる。もちろん、聞こえたからといってこれを作りなさいという声が聞こえてくるわけではないけれど、耳を澄ましているうちに何を作ればいいのか、なんとなく教えてもらえる。自然と見えてくる。でもしっかり耳を澄ませてあげないと、理解しているつもりでも誤解を招くような傲慢な答えを出してしまう。それくらい世界って複雑なんですよ。その世界の複雑さと多様さをしっかりとリスペクトして誠実に聞く。皆さんにもしっかり耳を澄ませてもらえればと思います、という形でですね、誠実に聞くということですね。つまりお客さんの要望もしっかりと聞いてそれに寄り添う、そしてお客さんの要望だけではなくね、その場所の、環境とか、自然とか、風土文化とかですね、そういったものにもしっかりと耳を傾けて、それらを総合的に判断した上で耳を澄まして、あ、じゃあバルコニーやってみようかとか、図書館か、全部本棚にしちゃうとか、なんかね、そういうシンプルさなんですよね。空間っていう個室というものはいらないと、いろんなところでいろんな生活をしたいと、じゃあ個室作らずに、なんか個室作らない、すみません、ちょっと途中で切れちゃったんですけど、あの続きますね。最後の締めなんですけど。はい、そういった言葉を学生に向けて伝えてくれてます。で、あと多様性というところで、ある動画で、藤本先生語ってくれてます。森の中で育った私は森の持つ多様性には絶対に勝てないと知っていたと、建築が与えられる機能は限りがあるが、森の機能には無数の可能性があると。森というものをじゃあ例えば作りましたということで、森の機能って何ですかって言ったら、たくさんありませんかと、くつろぐこともできるし、日向ぼっこもできる、追いかけっこもできるし、そこで昼寝だってできるし、そこで 植物探したりすることもできるし、そこで待ち合わせだってできるし、そこで一緒に写真を撮ったりもできるし、いろんなことができるじゃないですか。だからそういうね、こう何、この空間はこういう空間だよっていう機能的にこう縛ったりとか、あの仕切りを明確にするということではなくて、
何かそういういろんな使い方ができる、そのなんかあの人工物とその自然の境を曖昧に曖昧にっていう、そこをですねすごくこう藤本先生はあの葛藤されて、そして形にしていっているのかななんて思いますね。はい、こちら引用ですね。はい、ということで、本日は藤本先生の紹介をさせていただきました。特にあの文章ですね、もうあちらはもう僕も感動もんなんですけど、はい、またちょっとこういう感動的な建築家の先生との出会いをですね、また次回以降も紹介していきたいなと思いますので、これからもよろしくお願いしますと。はい、ご視聴ありがとうございました。